こんにちは、キザッテイの江藤と申します。本日は一人で浴衣が着られるということのご説明をいたします。当館で使っております、あの着付けの材料になります。こちらが当館でお貸し出ししています浴衣でございますが、何十種類もございます。お好みに合わせて選べます。帯も何十種類もございますから、あのお好みで浴衣と帯と合わせて着ることができます。で、まあ、帯板と腰紐が2本、これで浴衣の着付けをいたします。それでは浴衣の着付けに参ります。まず浴衣を羽織ります。はい、浴衣を羽織りました。まず襟先を持ちます。20センチぐらいちょっと残してですね。それから、浴衣の着丈を調整いたします。着丈は足のくるぶしのところまでの長さにします。で、前幅は、前身ごろは腰骨の位置ぐらいのところで留めます。で、残りの、奥身ごろを入れ替えまして、残った浴衣の生地を折り返しますと歩きやすくなります。で、ちょっとその時に、上の方に 7,8 センチポッと引き上げますと裾つぼまりになります。で、それから反対を入れ替えました時に、またこちらの方も少しキュッと気持ち持ち上げます。そうすると綺麗な裾つぼまりになります。それから腰紐を取りまして、ウエストの位置に巻きます。ウエストの真ん中で帯を結びますと、大変お腹が苦しくって食べ物も通らないですので、押してみてください。こうして押すと苦しいんですけれど、横腹を押しても痛くないんですね。それで横の方で結び目をします。二度掛けします。こちらの方はずれないように割としっかり結んでください。で、肩結びでほどけやすいように結びます。残りの紐は中に押し込みます。だいたいこの位置で着丈が合ってるかどうかの確認をします。はい、それから袖と脇の横に開いてるこの身圧口という穴があります。この身圧口から手を前と後ろに入れまして、手刀を切ります。シワを伸ばすためです。トントンとしてシュッとしますとシワが伸びやすくなります。後ろの方をしてみますのでご覧ください。シワが伸びましたでしょうか。はい、前の方はゆるゆるなっておりますが、気にしなくていいです。今度はおはしょりの処理をいたします。おはしょりというのはここのことを言います。手刀を作ります。手をこうやってしまして、トントンとしてシュッとすると背中のシワが取れやすくなります。身圧口、袖と脇の穴が開いているところ、この身圧口から手を入れまして、トントンとします。後ろの方の線が綺麗になったと思います。それから背中心を持ちまして、キュッと引きます。そしてここに拳一つの緩みを作ります。襟元を開けると言いますか、あまりひっつけておくと苦しいですし、開きすぎてもおかしいです。拳一つぐらいがちょうど良いです。前の方に戻りましたら、おはしょりを前の方を今度しますが、ちょっと前の方がもたつく人はここで中の方に折り上げてください。このように折り上げます。はい、それから襟を合わせますが、若い方は襟をあまり開けすぎず喉元の指1本程度に合わせてください。そうすると着付けがだらしなく見えません。あの年配の方はここを少し開けて緩くしても結構です。若い人は割ときっちりと締めましょう。胸紐を締めます。先ほどと同じように横の方で二度掛けをいたします。で、肩結びをします。で、紐の処理をいたします。この時に背中がこうシワが寄っております。このシワを引っ張りまして前身ごろで隠します。そうすると背中がきれいになります。
方ですが、ちょっとおはしょりが長すぎるように思います。そういう時にはここで一辺折り上げます。折り上げた時にこちらの方が少し上がってた方が品がいいです。で、胸ひもの中できれいに入れてしまいます。この線が少し上がってた方が見栄えがいいです。襟がちょっと緩みましたら、後ろ線を握りまして引っ張りますと、引っ張って横にこうしましたら襟がちゃんと締まりますので、着直しの時なんかはそのようにしてください。それから帯を結びます。帯は垂れ先 5,60 センチぐらいを握りまして、肩にかけて後ろの方にします。それから出したい方の色を巻きます。で、自分で着ますので、一回りここでハサミで洗濯バサミで留めた方が落ちたりしませんのでいいとは思います、慣れてない方は。で、ここで一回一回りをいたします。一回りしましたら、この帯の下線と最初の一番目のを一緒に下線を握って締めます。そうすると帯がちゃんと締まります。で、下の方を締めましたら、上の方は苦しくありません。それで帯はずれませんので、ここはちゃんと下線を握って締めてください。それから帯板を入れます。回りします。この時に結び上げます。結び上げますが、きれいに結び上げるために三角に折り上げます。ここも丁寧にいたしましょう。はい、結び上げます。結びましたら縦絞りをします。そうすると帯が緩みにくいです。黄色ですので、緑を出しても黄色を出しても好きな方を出すことができます。緑を出してみましょう。だいたい肩幅の位置に、肩幅ぐらいの位置に折り曲げます。中の方に入れます。ここで山を作ります。真ん中を握って、端もまた山を作って、こうやってリボン結びの形にします。ここでタレともう一回結びます。で、結び上げた時に帯の上線に結び目を乗せると綺麗な形に見えます。ここで黄色を出してもいいし、緑を出してもいいし、好きな方を選んでください。もう一回巻きましたら、残りを帯の中に入れます。たくさん残りましたら下に引っ張ってください。そうしたら上に乗ったのが気持ちよく締まります。これから、息を詰めまして、帯の下側と後ろの下側を握りまして、キュッと一回りします。鏡でだいたいいい位置に来たかどうかを見ます。はい、残りのこの紐を帯の下側から丸めて入れます。で、最後に形を整えます。いかがでしょうか。このままでもいいですし、この時にタレをこう下げてもいいです。ちょっと一応一人で浴衣を着る講座をこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。